はい、どうもこんにちは。巨剣だぜ。おれ。はい、こんにちは。まあ、最近暑いから結構みんな家に引きこもっちゃう人が多いんじゃないですかね。まあそんな感じでガンプラ紹介です。パッケージはこんな感じですね。はい、 HG ズダ、まあ、私が好きなモビルスーツ、2番目に好きなモビルスーツなんですけど、はい、このように顔は選べて、武器も豊富で、ちゃんとシールもついてきてね、結構綺麗な感じに仕上がるんじゃないかなと思います。では開けてみましょう。はい、オープン。ランナーを開けていきました。こっちが A1 ランナーで、こっちが A2 ランナーですね。多分 B ランナー、腕や足を作るためのランナーです。 C は武器や黒い部分、足のね、つま先とかをが作るためのランナーですね。 D ランナー、これはもう武器ですね。体幹砲を作るランナーです。ポリキャップとシール。はい、じゃあ早速作っていきましょう。そしてできたのがこちらとなります。はい、あれザです。そしてこちらがズラです。腕はだいたい90度ぐらい、足はなかなか結構曲がりますね。まあ股の部分がちょっとボールジョイントなんで、そんなにって感じですけど、肩は扱いやすいし、ポーズがつけやすいと私は思いますね。はい、武装は 120mm ザクマシンガン、ヒートホーク、スツルムファウスト、135mm 体感ライフルとなっております。はい、出てきた作品は機動戦士ガンダム MS イーグル1年戦争目記録ですね。私この作品大好きなんですよね。では皆さん、バッハッハーイ。